大丈夫ですか？気にされないでください。お前何やってんだ、来い。お前ミス多すぎ、厳重な学費もあるので、それはきついっすよ。遅刻もするし、嫌ならやめろ。すいません、遅くなりました。またちゃん、待ってたよ。なんか、道に倒れてるおばあちゃんを助けてて。絶対そうだと思った。お前さっさと仕事しろ。店長ちょろ。ほんと店長ってお前に甘いよな。女って超イージーモードだわ。くっちゃべってないで、お前は会社しに来い。だよ、めんどくせえな。はいはいはい、何頼むの？これと同じのもらっていいかしら。は？お前のさっき飲んでたやつ知らねえし。ちょっと何やそんな接客。やだろ、とっとと帰れよ。帰れ帰れよ。お前アプリとも顔全然違えじゃねえか。うん、そんな顔してませんけど。おいよ、同時に帰れ。何ですか？姉ちゃん可愛いからリネ教えてくれよ、リネ。 LINE はお店に怒られちゃいます。いや、俺と付き合えよ。困ります。おい、後ろ手をナンパするな。てめえ急に絡んでくんじゃねえよ。でも嫌がってるだろ。お客様は黙って仕事してろ。仕事します。え、ちょっと店長。いや、え、あ、ちょっともう大丈夫、私が来た。危ないか。次は君か。はっはっは、もう塚内君に連絡した。ずらかるぜ。あー、助けてくれてありがとう。当然だ、プルスウルトラ。素晴らしい対応でしたよ。ちょっとあんた急に入ってくんなよ。申し遅れました、オーナーのブスザゴリミです。オーナー、あなたの接客は非常に不愉快でしたよ。待ってください、オーナーもちゃんと仕事やってるぞ。クリオン、くそ。店長、あなたの従業員への差別対応は許しがたいものでしたよ。あなたもクビ。出てきなさい。今日からこの店はあなたに任せるわ。ありがとうございます。